私はミカ、30歳。私は夫のヒロユキと結婚して2年目、先日妊娠していることが発覚し、私もヒロユキも親戚もお祝いムード全開中です。姑とは別々で暮らしているものの、顔を合わせるたびに何かと嫁いびりをしてきたので、妊娠を機にそれが終わるんだと思うとハッピーな気分でたまりませんでした。やっとこの地獄の日々から抜け出せる、そう思っていたのですが、本当の地獄の日々が始まるのはこれからだったのです。妊娠5ヶ月目に突入したある日のこと、私が家で午前中のやることを終え、ゆっくりしてると義母から LINE が来ました。ちょっとミカさん、緊急事態よ。今すぐこっちに来てちょうだい。え、今からですか？いいから早く。私は義母に呼び出され、義実家へと向かいました。義実家と私たち夫婦の家は比較的近くて、歩いて10分くらいのところにありました。私はまあ散歩がてらいいかと思い、義実家へ到着してリビングへと向かうと、義母はテレビを見ながらあははと笑っていたので、私は不思議に思い声をかけました。あのお母さん、緊急事態って？ああそうそう、お腹が空いたの、何か作ってちょうだい。は？緊急事態っていうのは？そうよ、お腹が空いたっていう緊急事態が発生してるの。それは緊急事態とは言わないんじゃ、ご自分で作った方が早かったのでは？何言ってるの？姑の世話をするのは嫁の役目でしょ？今は仕事もしてないし安定期に入ったんでしょうが、分かったならさっさとやってちょうだい。はあ、私は言われた通り義母の昼ご飯を作ることに。しかし冷蔵庫を開けると中にはほとんど材料がない状態。今から買い物行くのも面倒だし、私は仕方なくあるもので作ることにしました。すると料理を見た姑はびっくり。なんなのこのみすぼらしい食事は。冷蔵庫にあまり材料がなかったので野菜炒めを。だったら買い物に行きなさいよね。たく、本当に役に立たない嫁だわ。すみません。もういいわ、後片付けが終わったら洗濯してちょうだい。は？私がするんですか？当たり前じゃない、さっさと始めてちょうだい。安定期に入っていたとはいえ、カゴに入った大量の洗濯物を階段で何往復も運ぶのはきついものでした。どんだけ洗濯物溜め込んでるんだよ。その後他にも食材の買い出しまでやらされ、お昼前に行ったのに自宅に帰れたのは午後4時。妊娠中にこき使われて疲れがどっときてしまいました。その日から義母はことあるごとに緊急事態と称して私を呼び出すようになりました。口答えすればわがままな嫁だのなんだのチクチク言われます。私はこれももうちょっとの辛抱だ、そう自分に言い聞かせて姑の呼び出しに応じました。それから私もついに臨月となり、家でゆっくりと過ごす時間の方が多くなっていた時のことでした。予定日まであと10日という時、姑から朝早くからいつものように呼び出しが。ミカさん、緊急事態よ、早くうちに来てちょうだい。お母さん、私もう臨月なんですよ、もうそろそろきついと言いますか。今日は大事なことよ、今すぐ来なさい。私はそう言われ、すぐに義母のところへと向かうと、そこでとんでもないことを言われたのです。今から挨拶回りに行くわよ。はい？親戚のところにもうすぐ生まれるって報告をしなきゃダメでしょ。親戚の家、確かここから遠いはずですよね。車でも2時間くらいかかるはずじゃ。じゃあこっちに来てもらうわ。あんたしっかりおもてなししてね。え？今からですか？私の言うことは全く耳を貸さない義母。私はついに耐えきれなくなりました。そこで私はある仕返しを義母にすることに決めたのです。私はすぐ親戚たちに連絡すると、すぐに義母の電話が鳴りました。義母はその電話で何やら頭をペコペコ下げている様子。電話を切った後、義母が私に話しかけてきました。今から親戚たちがこっちに来るから買い物に行ってきてちょうだい。
結局皆さんを呼んだんですか？あんたのせいで怒られたのよ。臨月の妊婦を連れ回すんじゃないってね。あんたが余計な連絡なんてするから。もう悪いと思ったならさっさと買い物に行ってきて。義母はカンカンに怒っていて、私は心の中でよしよしと思いながら買い物に行きました。ゆっくり買い物を終えて歩いて帰っていると、ちょうどばったり義母の姉美代子さんに会ったので駐車場を案内してあげました。美代子さんが駐車場に車を止めている間、私は一足先に家に入ると、義母はまるで怪獣のようにドタドタと大きな足音を立て玄関先にやってきました。そしてすごい勢いで土星を上げてきたのです。あんた一体どれだけ時間がかかってんのよ。買い物するだけで1時間もかからないでしょ。でも往復で30分ですし。そんなのあんたがちんたら歩いてるからよ。早足で歩けば片道10分もかからないわよ。お腹も大きいのにそんな早足では行けませんよ。そんなの関係ないわ。今から準備しなくちゃいけないのに、あんたって人はほんと役立たずで使えない嫁ね。義母がそう言うと玄関のドアが勢いよく開いて美代子さんが入ってきました。その瞬間、真っ赤だった顔がみるみるうちに青くなる義母、逆にみるみるうちに真っ赤になる美代子さん。美代子、これは違うのよ。言い訳を始めようとする義母の言葉を遮り、美代子さんは義母を勢いよく怒り始めました。あんたってば嫁いびりなんてしてたわけ？こんな臨月の嫁を買い物に行かせたですって？ありえないわよ。あんたは無事に孫が生まれてきてほしくないみたいね。違う、そういうわけじゃ。臨月の子にこんなに買い物させて、このことは今日親戚一同で話し合わなきゃね。いや、あの…すると美代子さんは誰かに電話をし始めたので、私はその間買い物をしたものをキッチンに並べていると、義母が驚いたように話しかけてきました。ちょっと、これは何なの？え、何って、お菓子じゃないですか。お菓子ばっかりじゃない。だってお母さん、私にいつも買い物行くとき頼んでくるじゃないですか。緊急事態だって言うから向かったらお菓子買ってきてとか。だから今日もいつもと同じものを買ってきたんですよ。あんたって子は。すると、ちょうどいいタイミングで家のチャイムが鳴り、義母が玄関のドアを開けると、そこには親戚たちが到着していました。親戚たちを家の中に入れると、電話を終えた美代子さんがキッチンに来て、その状況に驚き、あんたはあんなのを嫁に買ってこさせたわけ？それは違うくって。言い訳はおよしなさい。買い物させたのはあんたでしょ。美代子、聞いてって。ほんと情けないわ。昔からあんたは陰でこそこそする人だとは思っていたけどね。美代子さんのその激怒ぶりに親戚たちははてな状態でしたが、私は事情をみんなに説明しました。お菓子もすべて義母から頼まれたと少しオーバーに説明してやりました。もちろん義母が言い訳しましたが、美代子さんの激怒ぶりから義母のそんな話を信じる人は誰もおらず、その後早めに帰ってきた博之も義実家に合流。親戚からすべて話を聞いた博之はカンカンに怒り、義母は博之にこってり説教されていました。これからは義実家に帰ることも孫と会わせる必要もないと博之がきっぱりと義母に宣言してくれました。義母は泣きながら謝ってきましたが、もちろん私は許すわけもなく、今では義実家に帰ることもないですし、義母と顔を合わせることもありません。あの時お菓子のみを買ってきたのは恥をかかせてやろうと思っていたのですが、まさかの展開で反撃できてよかったです。その後、私は無事に元気な赤ちゃんを出産。夫と一緒に子供の名前を相談しながら、今は幸せに暮らしています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。